さんってまた面白いラジオネームです、ね、はい、八幡西区の秘密のあっこちゃん、ボーリングの話題がありましたが、47年ぐらい前ボーリング全盛でした、うんうん、中山律子さんや須田佳代子さんが活躍されていました。律子さん、あ、律子さんという、ね、宮崎県出身なんですよね、うん、私も会社に行く前に